総月学園十傑第十席田所めぐみ。対するはノワール屈指の実力者コーシオ。エーザン先輩の情報だとあいつはノワールで最も厄介なやつだぜ。やあ田所さん、本戦まで残るなんてさすが青の前哨戦1位。おいコーシオ、相手は女の子だ、あまり手荒れな真似はすんなよ。承知。なんだあの爪は。あれが仮面男の調理道具ということか。お題は時短料理。今から15分で料理を完成させてもらうわ。それでは調理開始。披露しよう我が高家の奥義、牧竜荘による最強の皿。15分でどこまで味を高められるかだな。器用なやつだな。あの爪で肉の筋を切ってんの。そんな生優しいもんじゃねえ。彼のルーツは中国の南北朝時代から暗躍していた暗殺家業の家系。は？暗殺？植物、魚介、昆虫などの有毒成分を用いた暗殺術によって時代の陰で歴史を動かし続けた高家。彼らはやがてその膨大な知識や技術を美食の調理法へと転用していった。ディッシュベノム、それが高家の秘伝を正当に受け継ぐ高志王の料理。あの5本の爪にはそれぞれ味の5大要素である調味料群が門外不出の絶妙な調合で染み込ませてあるんだ。読書家？漫画みてえだな。田所めぐみとやら悠久の時の中で世界をうならせてきたこの牧竜荘に貴様のような小娘が対抗できるはずもなかろう。さあ敗北の味にブヒブヒと豚のように泣きわめくがいい。そんな言葉遣い目ですよ。勝者田所めぐみ。やった、すげえ瞬殺じゃねえか。さすがだな田所さん。おやおや、意外とやるなあの子。